でも、もう一回見るか、もう一回見るか、もう一回見るか。うん。いや、降ってきたよ。大気圏突入したよ。短ロードの方が長いぐらい。捨てろ、今すぐ、そんな映像、ほんま。セクシャルボディと共に捨てろ、こんなもん。いらんわ、ほんと。いやー、いるかね。いるか、いるか、あの映像。ほんとに。3階から DN エリア切るはずです。いやー、ほんともう、ほんとにね。ちょっと、口が過ぎちゃったけど、言っちゃったよね。うん。ついつい言っちゃいましたけれども。さあ、これで DN エリア来て、たぶん浸水してるエリアにガムガンを使えってことですね。そしたら空気、エアユニットかなんかを使って、空気を抜いて、っていう話です。そしたら、なんか開けれるんでしょうね。うん。説明めっちゃ適当やけど、まあそういうことですよ。開けれるんですよ、これね。うん。なんかエアタンクかなんかがの入ってるところが開けれるんで。うん？敵おる？もう、その端っこで、画面の端っこから攻撃するのやめて。君は見えてるかもしれないけど、僕は見えないからね。ということで、そんな悪態をつきながら倒しまして。ここじゃセーブできなかったっけ。あ、レギュレーターチャージだけだね。ここじゃセーブできないと。まあ一応ちょっと回復しておきましょう。半分まで減ったからね。半分まで減ったら応急キットを使うみたいなシステムにしましょう。さあ、ダイナミックネットワークエリアですが、浸水してるのはこの階の奥ですね。はいはい、そこ行きましょう。こっちですね。いや、敵近っ。いや、近っ。近いて近さをずっと言うっていうね。近いかどうか関係あらへん。オーバーキルですよ。オーバーキル。ジョン・メイヤーさんオーバーキルするっていうね。そんなシステムもたまにでは発動してみましょうか。ということで、ビッグジムパーツ室にやってきましたので、いよいよガムガンの登場ということでだと思うんですが、はい。まずここで、レギュレーターを使って、空気を得つつ、この亀裂にガムガンを使うということでしょうね。はい。使います。ユース。お、チュピョン、チュピョンつって、チュピョン。いや、本当にガムや。本当にガムですね。まあ、これで、水が侵入してくることはなくなったと。ガムガンを使用した。はい。使用してましたよ。うん。僕は証明しましょうか。してましたよ、うん。ガムガンは使用しておりました、さっき。確認しましたので。で、エアーシステムを使って水を抜くみたいな資料を読んだので、そういうことなんでしょう。エアーシステムがどこかです。どこにあったっけね。この階はエアーシステムあるけど、あれはレギュレーターチャージしかできないんだよね。あ、2階か。2階のアンナさんかなんかがいるとこだね。ある意味怪物のあの女性ね。あの女性がいるとこ。あ、ここ行きゃいいんだ。そろそろ弾の補充もしたいし、ってことで倉庫も行って、っていう感じにしましょうかね。倉庫行ってから、エアシステムいじりましょうか。
この空気もやばいんだ。さあとりあえず倉庫行きましょう。倉庫で弾の補充のやつがあるはず。ないかな。ここの倉庫はないかもしれん。あ、ここの倉庫あるです。うん。この倉庫はあるんですよ。さあ、弾を補充しておいて。ちょっとオーバーキルしちゃったからね、さっきね。うん。それは弾の数も減りますよ、ということですし。とりあえず倉庫で弾を補充しておきました。これでまたいつでも心置きなくオーバーキルできるね。うん。ジョンメイヤーさん、オーバーキル用の弾を補充するという。そういう映像をお届けいたしました。さあ、ビッグジム登場室やってまいりました。ここで、システムをいじれば、この空気が抜けるはずと。アナさんいなくなった。まあいいわ。あの、タンクさえ手に入れればいいんでしょ、きっと。さあ、エアシステムをチャージして、レギュレーターもチャージして、セーブをもうしておきましょう、一応。はい。ここですね。はい。さあ、これでいったはず。なんか特別な操作した方が良かったんかな？なんかでもなかったよね、そんな選択肢。エアシステムを使って、その、水を抜くみたいな選択肢なかったもんね。普通にチャージすればいいってことなのかな。さあ3階に戻って、さっきのパーツ室やったっけな。あっこ行けばエアタンクが手に入るはずです。はい、やってまいりました。ビッグジムパーツ室でございます。これのここが水で開かなくなっていたけど開くようになったと。ビッグジム用エアタンクを入手。はい、これで2つとも開きましたね。もう何もないようだ。はい、ガムガンが頑張っております。粘着性の物質が、破損箇所を塞いでいるということですね。さすがガムガンです。よく頑張りました。ということで、ここの水も抜けて入ったということで、エアタンクをいただきましたので、これをさっきのビッグジムのそのエアシステムあったところで使えば、ビッグジムに乗れるんかな？こいつか。酸素タンクが外れている。これは使い物にならないということなんで、エアタンクを使うと。着脱式の酸素パック、バックパックだ。これで深海活動が可能となるということで、これを使いましょう。起動パスコードがわからない。ああ、じゃあアンナさん行かないといけないと。アンナさんつって。アンナさんの部屋がどこだ？また3階じゃないか？もしかして。あ、2階だった。2階だ。同じフロアにありました。アンナさんつって。ということで、お会いしに行きましょう。さあ、アンナの部屋へ行ってきます。パスコードを教えてくれという要求をしましょう。おいでランボー、どうしたの？そんなに怯えて。なんだ？抱きしめてあげるから吠えないで。どうしたんだ？ジョン、私体が変なの。電気つけてくれる？なんだ？もしかして、もしかしてやられてんじゃないの？やばい、やばい感じがするけど、一応電気はつけんだ。スイッチオンオン。いやー、もう規制してるやん。やべえやつ、アンナさんやべえやつになってた。いつ感染したんや、いつやられていたんだ。倒すしかないの。戦いたくないけど倒すしかないよね。
パスコード教えてくれーっつって言うわけにもいかないもん。全然聞かないやけど。聞いてんの？痛い、やめて、アナさんやめて、やめなさい。回復だ。狭くね、この部屋。戦う幅じゃないやん。痛い。はい。もうダメージ食らってる時も応急キット使えるのでかいわ。アナさん、申し訳ない。申し訳ない。申し訳ないことをしてしまった。ただその死んだシーンは映らない。申し訳ないことをしたけど、あなたの最後を見とることはできなかった。申し訳ない。ん？犬が吠えている。犬どこだ？すまない、アンナ。すまない、アンナ。申し訳ない感がずっと出てます。犬と被ったところで死んだってことかな、うん、と犬の鳴き声がするんだけど、犬はどこにいるか分かんないんだよね。俺多分被ってるわ。申し訳ない。そういう意味でも申し訳ない。すまない、アンナだわ。ビッグジムライセンスカードを入手ということですが、これでビッグジムに乗れるのかな。アンナでもないのに乗れるってことでしょうか。ビッグジム操縦免許証だ。 ID4171 と書かれている。この ID が必要になったりするのかな。4171だそうです。さあ、いよいよちょっとアンナさんが豹変して倒してしまっちゃいましたけれども、この状態でビッグジムに乗り込みましょうか。結局あれだね、ダニーだったっけ、あの男に伝言は伝えられたけど悲しい最後を迎えてしまいましたね。あれ、ユーズが使えない、ユーズができない。あ、パスコード入力してた。4147やったっけ、違うと。4171やったっけ。あ、4171。4171。使ってる数字は合ってんだけどね。はい、4171。さあ、これで、いよいよ、アンナさんとして、使うということですね。ただ、全くライセンスを持ってない人間が、歩けるんでしょうか、一体。大体使い方分かってるっていうね。無理やり押して。はい。いよいよ、中に乗り込むということでしょうか。お、乗るか。あ、あんな、まだ生きてる。アンナが生きていたとは。あら、なんていうこった。ちょっとセーブしておくか、念のためだ。こういうことは万全を期した方がいい。セーブだ。どれにしよう。ええか、これで。さあ、乗り込んじゃいましょう。さあ、降り立ちました。ここからどうすんねん。移動シーンも。あ、移動もこっちやらな。コネクションパーク。コネクションパークエリアというところに入ってきました。なんかさ、魚も敵なの？魚も戦わない。魚強いんやけど。
あ、倒した。魚多くね？倒した。いいぞ、魚を倒せるぞ。オッケーオッケー、倒してる倒してる。魚多いて、魚多いて。倒した。こっちかな？魚が攻撃性持ってるっていうね。すげえ倒しづらい、ほんとに。倒した。そこの魚は死なないのか。魚来すぎね。破損したビッグジムだ。中で藤山が行きたいって。死んだんかい、彼は。結局死んだんかい。え、出て。俺も死にかねえぞ。いや、来すぎやって。来すぎやろ。痛い。もう無視しようか。位置的にはこっちか。あーっつって、あーっつって言いながら無視しましょう。痛い。あ、パスコードがわからない。藤山知ってんのかな。藤山。藤山、パスコードなんだい？パスコード教えてくれ。パスコード、藤山知らないか。藤山がヒントはないな。こっちも行けんの？画面が。向こうにスクロール、あ、なんかあるな。こっちにもエリアあんねん。じゃあこっち行きましょうよ。はい、エネルギーユニットエリア行きましょう。メルトダウンの危険性がある。ようやく来ましたよ、エネルギーユニットエリアに。さあ、エアがないですよ。エネルギーユニットエリアの外部接続室にやってまいりました。さあ、そして通路へ。通路を抜けると、炉心外壁通路、炉心外壁通路というところに来てます。できますね。ブワブワー言うてる。あ、当たらない。こんな近距離で撃たれると思わなかっただろうつって。いいな。よいしょ。私なない。もう一発。もう一発。はい、倒した。さあ、ここの空気も少ないぞ。はしごが。で、もう一部屋あるな。あそこにエアユニットがある。こっちか。やはり倉庫。倉庫行きましょう。エネルギーユニットエリアの倉庫へ。あ、ウェポンロッカーもあるやん。はいはい、これでエアシステムを満たし、セーブ。さあ、階段をはしごを降りて、炉心外壁通路 B1 に降ります。
さあゆっくり降りてる中敵がいますが、結構遠くても当たる。あ、遠くても当たる。あら遠くても当たる。あら遠くても当たる。遠くても当たるしか言ってへんやん、ね。ただ寿命が長い。寿命が長い。遠くても当たって倒れるんだけど、寿命が長いんだよね。寿命が長い敵を倒しまして、こっち側に兄隊いますね。さあリロードをして、はい、どんどん、もう、はい、交代交代、カールガールに当てていきましょう。ブーンつって言いながら、ガソリン車みたいな、そんな音をしながら倒しました。さあ、これが2階の奥ですね。ちゃう、2階じゃない、1階だね。B1。まず、とりあえずこの奥の部屋行ってみましょうか。あ、行けないと。冷却水貯蔵室。そこはロックされているということです。エネルギーを作り出すための冷却水を貯めておく場所。そこはロックして入れない。制御管理室にやってまいりました。あ、イベント。